シークレットベース K ステーション、みなさん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけ。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員証をお送りしますので、お楽しみに。はい、ということで、前回のラジオの終わりはもう腰が痛いということでぎっくり腰でしたって感じでしたけれども、まあまあもう2週間ぐらい経ちましたので、もうだいぶ良くなりました。ご心配おかけして申し訳ありませんでしたね。え、本当にやーよー、ぎっくり腰はねならない方がいいからね、みんなも気をつけてね。はい、ということで、東京関東ほぼほぼ、日本、西日本の方ですね、梅雨入りいたしましたけど、皆さんどうお過ごしでしょうか。まあ梅雨入りしたけれども、全然天気が良くてね、雨降る気配がないんですけれども、まあね、梅雨はほんとじめっとするから嫌ですよね。嫌になっちゃうわ。でも夏服がそろそろ着れ始めてるから、ちょっとテンションが上がってきます。なんだろう、なんか冬物だと厚着してるから気持ちもちょっとだけ重くなりません？ならないかな。重いし実質的に重いし、服がでも夏だと暖かくなってくると、やっぱり服もねちょっと薄くなってきて、分量も布のね分量も減ってくるから、だいぶ軽くなって、なんか心も軽くなってきた気がしますそう、なんかお店屋さんとか行ってもハワイアンテイストのとかやっぱり売ってて、ちょっと色味が綺麗だったり華やかになってきたりして、ちょっとお買い物とかも最近気分がルンルンしております。はい、ということで、オープニングのあのコーナー行ってみましょう。みんなにアンケート。はい、今回のトークテーマは昔好きだったアーティストを皆さんに教えていただきました。はい、たくさんメールありがとうございます。まずは、タイナンバー65番、ドラムバンカードラゴンさんからです。昔好きなアーティストはキンキキッズです。やめないでピュアが好きで毎日聴いています。近藤さんは好きなアーティスト誰でしょうか。後ほど発表したいと思います。やめないでピュアは、あの剛くんの君といた未来のためにってドラマの主題歌でした。あの結構ちょっと近未来的な話で、過去と昔みたいな話だと面白かったなと、記憶は定かではあるんですけれど、定かではないんですけれども、まあ私もキンキキッズが好きだったので、はい、キンキモノはたくさん見ておりまして、まあね、つよちゃんもこうちゃんもまだまだ今も仲良く2人でいてくれるので、とても嬉しいでございます。いつ見ても CM 見たりとかしても、あとまあ今年は毎年光一くんの誕生日が1月1日なので、バースデーライブ、あ、そうなんですよ、1月1日なのでバースデーライブみたいな感じでコンサートやってたんですけども、まあなんか誕生日ぐらいは休ませてやみたいな感じになってきてまあ1月1日はお休みになったりとか、いろいろね、まあ年齢もあるしね、これからもキンキは私も見守っていきたいと思います。ありがとうございます。続きまして、隊員ナンバー53番、シークレットネーム大きなミニブタさんからです。僕が昔好きだったアーティストはガーネットクローです。某アニメの主題歌でその存在を知り興味を持ちました。ふと聞き返してみると歌詞がとてもよく、あの頃の僕は良い作品に触れていたなぁと思います。ガーネットクローね、私も名探偵コナンでガーネットクローさんは知って、すごいなんだろうな、本当歌詞がいいんですよね。でなんかもう心の奥まで入ってくる感じで、いつも感動したりとか勇気をもらったりとか私もしてました。でも解散しちゃったんですよね、すごく残念です。はい、ありがとうございます。続きまして、あ、じゃあ声優さん特集ないかな。A と伯爵さんです。今でも活躍されているので昔というと送られそうですが、
高校生の時に奥井雅美さんにはハマってました。爆裂ハンターのマスクや秋葉原電脳組のバースなど、奥井さんの歌はかっこいいし、かっこいいし、かっこいいですということです。今でも必ず iPod に入れて元気をもらってますとのことでした。奥井さんはね、私も大好きです。私はやっぱりウテナかな奥井さんの歌だと。はい、カラオケでもよく歌ってます。ありがとうございます。声優さん特集だと、続きまして、あ、気遣いいただいている、隊員ナンバー3番シークレットネーム新庄直江さんです。今回のトークテーマですが、やはりなんといってもパレットとアニメタルですね。今でも時々聞いているので、このテーマに当てはまるか微妙ですが、なのでさっきのライブで同じステージに立っているのを見た時はまさに夢のような時間でしたよとのことです。ありがとうございます。まあ、パレットは近藤が昔ニューシーリエちゃんと、安倍玲子ちゃんと与田玲子ちゃん、与田さんと与田玲子ちゃんと与田玲子ちゃんじゃない、与田玲子ちゃんは高校の同級生だまあ、与田ちゃんの4人でね、あのユニット組んでたのがパレットっていう、もともと最初キャンバン娘だったのがパレットとして、あのユニットで歌を歌い始めたんですけれども、ありがとうございます。まあ、本当ですね、アニメタルも私好きだったんで、映像さんとまさか同じステージに立たせていただくとは本当に光栄でした。また機会があったらやろうねとは言ってくださっているので、本当に機会があったらぜひよろしくお願いします。はい、ということで、一番多かった、大好きだった、昔好きだったアーティストさん発表です。一番多かったのがですね、ポケットビスケッツです。代表してこちらの方、メール読ませていただきたいと思います。シークレットネーム、タイナンバー5番、関根さんです。今回のお題、昔好きだったアーティスト、うっちゃんなんちゃんの内村さん、キャインのウドさん、千秋さんの3人ユニット、ポケットビスケッツをあげたいと思います。イエローイエローハッピーももちろんですが、特に好きだったのがウドちゃんがメインボーカルを務めるグリーンメンでした。当時は学校でもポケビ派とブラビ派で盛り上がっていたのを覚えています。こちゃんは当時ポケットビスケッツ、ブラックビスケッツ、どちらが好きでしたか？私も大好きでした。ポケビ良かったですよね。ブラビも、私はポケビ派でした。はい、私はやっぱうっちゃんが好きだったので、どうしてもやっぱうっちゃんびいきで、あと千秋さんのあのハイトーンがすごい好きだったんですよね。うん、ちっちゃいたまごっちのポケビバージョンが出て、それもなんか近くのおもちゃ屋さんに朝早くゲットするために並びに行ったのを覚えております。あれ何だったっけな、わかんないけど、なんかビスケットあげてた気がする、たまごっちに千秋さんを育てたのかな。あ、わかんない、覚えてない、ちょっと調べてみてください意外と結構レアな金額ついてんじゃない、今どっかにねあるかもしれない。なあ、家建て替えた時にな、どっかやっちゃったんだよな、捨てられちゃったかもしれないいやいや、あったんですよ。結構流行りませんでした、ポケなんかポケットなんかウォッチみたいなの、いろんなバージョン、たまごっちの、うん、出ましたよね、デジモン、あー出ました、デジモンみたいなの派生してってわーってなりましたよね卵口みたいなポケミのあったんですよ。ビスケットの形して可愛かったんですよ。だからちょっと大きいキーホルダーをちょっとぶら下げて学校のバッグにつけてって、お前それもおもちゃだろって先生に言われ、すいませんって絶対遊ぶなって言われ、すいませんでもおご飯あげないと死んじゃうしみたいななのでちょっと成長しないと困るか、ちょっと泣く泣く学校に持っていくのやめましたはい、ありがとうございます。でもポケビとかブラビだとやっぱ大体30代前後ぐらいの年代ですよね。ということはこのラジオを聞いてくださっているのはそれぐらいの世代の方という形ですかね。いつもありがとうございます。いやー、なんかぜひぜひ今ご紹介させていただいた皆さんが好きだったアーティストのさんの曲もね、皆さんもちょっと調べて聞いてみてください。私はねもう本当にいろんなの聞いてたんですけれども、まあもともとジャニーズ、キンキとかも好きだったし、まあリシフェルっていうバンドも好きだったし、あのイエモンも好きだったし、 X とかグレーさんとか皆さんも大好きだったし、でもそう、この間22年ぶりかなんかの復活で、あのバナナフリッターズっていう、ご存知ですか、山寺さんと高野里子さんと関
さんの3人ユニット の, あのライブ行ってきたんですよ。バナフリーライブに。まあまあまあ、もう本当に何ですかね、あの頃も、あの頃本当ちっちゃくてそんなに曲とかは全然覚えてなかったんですけれども、まあ素敵なお三人さんの復活ライブ、あの皆さん55歳を記念してなんか今回復活ライブをやられたそうなんですけれども、いやーなんだろう、今はもう55になってもなんか現役でこうやって突っ走ってて、なんかすごいライブ会場でも皆さん楽しませてくれる素敵な先輩を目の前にしてめちゃくちゃテンション上がりました。私もこうなれたらいいなーって思いました。そのバナフリーさん新曲またね出しております。ぜひ皆さんも聞いてみてください。私ライブ会場ちょっと泣きそうになるぐらいなってしまいました。はーい、いやー思い出のアーティストさんはいっぱいいますよね。いろんなシーンごとにもやっぱ曲も違かったりしますからね。はい、ありがとうございました。では次回のトークテーマ発表したいと思います。次回のトークテーマは、好きだった得意だった教科を教えてください。好きだった得意だった教科を教えてください。メールの宛先は k_secret@targett.@ k_secret@target-ent.com までです。あ、みんなわかるよね、パソコンで聞いてるからね省略するなってすいません、ちゃんと読みます。はい、k_secret@target-ent.com までメール送ってきてください。それではシークレットベース K ステーション第80回いってみよう。近藤かな子のニューアルバムフラクション発売になりました。おめでとうございます、おめでとうございます。はい、もう皆さん手にしていただきましたでしょうか。今回もですね、渾身の一枚となっておりますので、聴いていただける曲とかがあったら嬉しいなと思います。今回初めてですね、ミニボイスドラマを収録しておりますニューアルバムフラクション、よろしくお願いします。みんなたくさん聴いてね。暗号解読。このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすごく勉強になるかもしれませんよ。はーい、まあ、順調順調な、今年入ってからだいぶ順調なこのコーナーでございます。今日も頑張ります。今回のお題はこちら、アンパサンド。アンパサンド、アンパンサンドじゃなくて、アンパンをサンドしているサンドイッチ的なのじゃなくて、違う、じゃあ笑ってる、うん違うってアンパサンド、アンサンドはサンドなんでしょうね、なんか挟んでるんですよね。アンパが何かってことですよね。あ、難しいですか。アンパ、アンパ、アンパってなんだろう。アンパ聞いたことないな。アンパサンド、いや、アンパンしか出てこないでしょ。アンパサ、アン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 バサダーが出ちゃった。違うな。ヒント1。あるものの名前です。ものってことですね。ものなんかの名称とか、なんか現象の名前じゃないってことなんですね。うん、え？もの、触れるものってことですよね。どうよ。現象ではない。現象とかの名前じゃない。実体があるやつですね。どっち、うーんだって、うん、どういうこと、なんとも言いづらい。一体もの、あ、なんだろう、微妙、なんだっけ、アンファって何でしたっけアンファ CM やってた、いや、なんだっけ、多分違うと思うものの名前、触るか、触る、わかんないな。ヒント2、使ったことのある人は多いと思います。めちゃめちゃ多い。私も使ったことありますかね。何かしらで使う、生活で使いますか。いる、特殊な職業とかじゃなくても使う。ものでしょ。液体とかいうことですか。触れる触れないだと違う。なん
か私も使ったことがある。どういったシーンで。あー、確信に迫っちゃう。じゃあもうちょっと考えるか。使ったこと、アンパ、アンパって感じですか、そのものは。アンパって感じ。あ、英語、アンパは英語。なんかまたあれか、アルファベットの頭文字取りましたやつか、そういう感じか。またこれもどうでしょうね。だって、アンパサンド、アンパ、アンパ、 ANP でしょ、 ANPA、 ANPA、 なんだろう、こうペンギンみたいになるね。A と N と PA つけるとくっつけていくと、アンパサンド、なんか挟まれてんですよね。で、ものでしょ、食べるものではないんですもんね。アンパ、なんかさ、いろいろ挟まってるよね。なんでも挟まってない、うーん、ものって。食べ物じゃない、使うもの、使ったことがある人は多いと思う。なんだろう、ヒント3、ヒント3、本の中などで見かける機会が多いです。本の中、それ本の中などっていうのは本のストーリーの中で見かけることが多いってこと。文章中にそのアンパが出てくる。なんだそれ。え、現代本、昔の本、昔、あ、江戸時代とかそういった歴史ものの本、現代の本、現代の本。なんだろう、私さ、なんか推理物とかしか読まないからな。それでも出てきますか。あ、ジャックナイフ、バッタナイフじゃないや。バタフライナイフ。さあ、挟まってるじゃん。物騒なやつ。そんなん出さないって。使ったことない。使ったことない。でもなんかあの、こう、刃の先がへこむやつはある。マジックで使うやつ。うわーっつって、へこむ、痛いっつって。はい、へこむんだぜ、みたいな。なんだろう。本の中で見かける機会が多いです。本ってなんだ、文章中に、しおりではないってことでしょ、どういうことでしょ。そう、発想はいい。違う。アンパサンド。サンドしてるからね。本でサンドするからね。なんだろう。本の中、幅広いな。広くなったな。なんだろう。アンパサンド。ヒント4。手書きだと綺麗に書くのが意外と難しいです。あ、タイピング機？うん。タイピング機じゃない。でもそっち系、ああいいかなと思ったんだよ。ほら、昔のタイプってほら、紙をさ挟んでこうボバババって打つじゃないですか。そう、でもそっち系、文字に関することで、本のストーリー文章に出てくるとこともある。手書きだと綺麗に書くのが意外と難しいです。どういうこと。そのものを使うと綺麗に書けるよってこと。アンパサンドを使うと綺麗に書けますよってことですか。どういうこと。パソコンとか使うと綺麗に書ける。アンパを書くの。アンパを書くんですか。アンパを書くってどういうこっちゃ。パソコンだと綺麗に書ける、どういうこと。手書きだと水彩画。水彩画、油絵。手書きだと綺麗に書くのが意外と難しい。なんだろうな、私はもう文字自体が、字が汚いから。大ヒント、文字、なんかの文字の正式名称、バラ。そういうことじゃない。飾り文字、近い。飾り文字に近い。なんだ、なんだろう。ヒント5、ある文字の名称です。青、今教えてくれて、あれなんだ、ある名、文字の名称、何何、歌舞伎の文字。歌舞伎の文字、ほら独特じゃないですか。太い、太かったり細かったり。あ、お相撲さんの番付表とか、ああいうなんか書体違いますね。英語で違いますねって言われて、わかんない、文字の名称、アンパサ、そう、何かと何かの間に挟んで使う文字、鍵括弧、
そりゃ手書きだと綺麗に書くのが意外と難しいとかそういうことじゃないもんね難しくないよねえ、なんだろう、挟んで使う文字って何、え、あ、え、え数字が 1とかが丸で囲まれてるやつわかんない、わかんないよ。アンパサンド、答えいきますか。はい、今回はもうダメだ。なんだろう、この連勝を食い止められた感じ頑張って難しいのを探してきましたか。はい、正解、アンパサンドとは、へえ、アンドと言われている文字の正式名称である。この文字は ET という文字の合字であり、組み合わさった文字ね、でありラテン語でAND AND を意味するものである、書きやすさを追求した結果今のような形となった。ちなみに今現在よく知られている AND のデザインは1540年頃に活躍していたフランスの書体デザイナークロード・ギャラモンが開発したと言われている、言語はラテン語の AND ピアセ AND という一文字となっており、日本語で訳すとアンドと言ってもつまりアンドそれ自体となり、どういうこと意味がそのアンドピアセア、アンドピアセアンドっていうのは日本語で訳すとアンドと言ってもつまりアンドそれ自体となり、何やら哲学めいている。そうだね、何言ってるか分かんないね。砕いた意味にするとアンドは例えば A と N と D の略語などではなくアンドそのものであるとなる。これも意味がわからないアンドはアンドっつうことだね。アンドはアンドなんだよ、何も誰も聞くなってことだこれは略語ではなく合字であるという意味の表明とも言える。なあ、もうそうだね、元が合字であるためパソコンのフォントによってはいろんな形のアンドがあって面白い。あ、そうですね、アンドはいろんな書体が出てくるから確かに、それぞれなんか出すとこれかっこいいなみたいなの出てきますよね。アンバサンドって言うんですね、アンド。マジか。E と T が組み合わさって今のアンドになった。まあ T の面影ほぼほぼないですけどね。 T って直線しかないのになぜ丸まったのかっていうあ、ちょっと右下らへんのね、ここね、ここ合わさってるところね難しい、よう考えたなこのデザイナーの人も。あ、全然わかんなかったよ。だってまあそうですね、ピンときたらねわかるかもしんないけど、ハンパサンド、ハンパサンドなんだ。挟まれそうだね、挟んで使いますもんね、文字と文字、何と何アンド A アンド B みたいな。そうだよな。じゃあ皆さんはこれからこのアンドを見かけたら、なんだろう、 A アンパサンド B って言ってくださいは、ってな、どうしたのって言われて、あ、正式名称を言ってみたんだよってちょっと数学めいた感じでちょっと理論のね説明するときに言えるかもしれない。そう、ルート1アンパサンド何みたいな。それか A と言ってもつまり A それ自体は B ですみたいな、なんかよくわかんない、こうよくわかんない感じですればいいんじゃないですか煙に巻きたい時に使えばいいあー、連勝が止まってしまった。皆さんはアンパサンド解読できましたか。はい、次回からまた気を入れ替えて頑張りたいと思います。以上、暗号解読のコーナーでした。
丈夫だよ。このコーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私近藤かな子が解決していきます。はい、今回もお悩みのご相談メールが届きましたので早速ご紹介したいと思います。シークレットネーム隊員候補生の大学生協さんからです。ありがとうございます。近藤隊長はじめまして。はじめまして。お悩み相談があると知り早速メールいたしました。今、今年から家元を離れて一人暮らしを始めたのですが、家を出ると分かるありがたみというのでしょうか、自分一人で家事をこなすのにテンパっています。特に料理が難関でして、実家にいた頃はあまりしたことがなかったのでどうにも困っています。そこで料理が得意な近藤隊長にご相談なのですが、料理初心者でも作れてなおかつ割と美味しいおすすめの料理などありましたら教えていただけないでしょうか。情けない相談ですみません。どうかよろしくお願いいたしますとのことです。いや、情けなくないですよ。これはね、一人暮らししたみんなの悩みです。これそう、意外と男子だけの悩みかなと思うけど、意外と女子でもこういう子多いからね意外と多いよだから大丈夫、みんなそう思ってると思いますはい、まあ今はねコンビニとかさ、そのお外でお惣菜売ってたりもするからね、まあそれなりに食べるものは困らないと思うんですけども、やっぱりうちで作るご飯が落ち着いたりするじゃないですか。食べたいもの食べれたり、やっぱちょっと安く作れたりとかするからね。やっぱカップラーメンばっかり食べたりコンビニ弁当ばっかり食べちゃうと栄養も偏っちゃいますからね。やっぱりバランス良いね、あの食事を皆さん食べていただきたいと思いますので、大学生協さんからお悩みいただきましたので、ちょっとだけアドバイスしたいと思います。まあそうですね、初心者の方でも簡単に作れて美味しい料理、まあそれなりにあるとは思うんですけども、まあ私がそれなりに料理ができるからこれ難しいよって思われるかもしれないですが、いやでもぜひやってみてください。まずは、サラダ、これは野菜を刻むだけです。ドレッシング、また、マヨネーズかければ食べられます。はい、あの野菜洗ってねカットしたりして食べてください。はい、そしてですね、まあお米は炊いて、お米は炊けますよね、炊飯器がありましたら。はい、炊飯器ありましたらぜひお米を炊いて、あのご飯のおかずはまあ生卵とか卵かけご飯とかご飯ですよとか海苔とか佃煮とかイカナゴとかいろいろあると思います。あのそういうの全部タンパク質とかカルシウム全部取れますからね。そういうので栄養偏りなくしたい、していただきたいなっていうのと、あとちょっとお料理に進化しますと、まあスープかな、スープ。スープなんかはあのお鍋にお湯入れて刻んだ野菜、もうなんだろう、人参でも大根でも、まあ、キャベツでもじゃがいもでもあのお豆でも何でもいいんです。野菜を、まあ、ある程度一口ぐらいに刻んで鍋にぶっ込んで煮る。それだけでスープできます。味付け的にはまず全部お水で煮ちゃってください。煮ちゃってお野菜が全部柔らかくなってからそのコンソメを入れたりしてください。でコンソメとかお塩とかでちょっと塩加減をつけるときは本当に少しずつ入れてください。ちょっと入れたら味見して薄いなと思ったらまたお塩とか入れてってください。お塩は引き算ができないので塩っぱくなっちゃったらもうしょっぱくなっちゃったで終わっちゃうのでお塩の加減はちょっとずつちょっとずつ入れてみてください。あとですね、そうだな、あとパスタは簡単で、パスタって大きなお鍋でいっぱいお湯炊いたところに入れて茹でなきゃいけないっていう意識があるでしょ。なんとなくテレビとかでもそうやってよくやってるから。でも今レンジで茹でられる容器が売ってるんですよ。あるんですよ。そう、
そうなんです。あれだとほんと一人前なんてすぐできるんですよ。あれ多分容器ね100均とかで売ってる、100均でも売ってるし、もしなんかちょっと100均とかで見つかんないなと思ったらハンズとか行ったら絶対あるから、2、300円ぐらいで売ってるから、それを買ってパスタ茹でて、あと味付けはまあパスタの具材とかソースだけ売ってるじゃないですか。あれをまあ絡めて食べればいいし、ちょっとなんか炒めたの入れたいなと思ったらご自分玉ねぎとかスライスしたりとかして、それにあの味付けてパスタと一緒に食べればいい。ケチャップとかでね、ミートスパゲティとかナポリタンにすればいいと思います。パスタは楽かな、やっぱそうすると。あとさ、あとはお好み焼きだとまあ粉といて、あのキャベツとかも好きなの、もうタコでもエビでも肉でも入れて焼けば美味しい意外と楽。そうで、お好み焼きにあのちょっと味気ないなとかたまに思うときは、味がもうちょっと欲しいっていうときはお好み焼きの生地にあのだしの素入れてください。だしの素とあとマヨネーズ、うん、お好み焼きまあ卵は入れるんだけども、あのマヨネーズ入れるとまたさらにちょっと生地がふわっと仕上がりますか。ちょっとマヨネーズもあのお好み焼きの生地のところに入れてみてください。はい、あとちょっと塩とかね入れてちょっと生地もちゃんと味付けてみてください。あとは簡単なのは結構あるよあとはルクレっていうなんかレンジで蒸し野菜ができるやつ、機械容器みたいなの売ってて、まあこれはちょっと千何歩とかするいいのだともっとするんですけども、そういうのだと簡単に蒸し野菜とか鶏を蒸したりとかも作れるので、うん、そう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 、そう蒸し鶏裂いてねサラダに乗せたりとかもできるから、それはルクレを1個あると結構便利です。でそれ買うとあのお料理本みたいなレシピ集みたいなのも一緒についてくるから、それ見たりするのもいいですし、まあ茹でただけでもポン酢つけてね食べたりとか美味しいです。あとはその魚をホイルで包んで焼くやつ魚、そうホイル敷いてお魚、生のお魚、まあタラとか鮭とか塩鮭とかと塩だけタラを置いてお酒かけて、まあちょっと塩コショウして、でまああってもなくてもいいけど、まあバターだったりとかまあネギとかキノコとかを置いてホイルで包んじゃうんですよ。あのもう何も液だれとかしないようにくるくるくるって包んじゃって、オーブンで200度前後のオーブンで20分30分焼けば美味しい魚が焼き上がります。美味しい魚が、これは本当ね、あの包んで放って焼くだけだから、これは本当目を離しても大丈夫。魚だからあのダマだなと思ったらもう一回焼き直してください、などいろいろありますよ。まあの簡単なのは本当お肉焼いてご飯と一緒に食べるとかあるけれども、なんかポン酢にしてみたりマヨネーズにしてみたりマヨネーズ、肉とマヨネーズあんかなまあだけど、なんかそういったいろんなソースもタレもいっぱい売ってますからね、そういうのだけでも味変えたりとかして素敵な一人暮らしの食卓を作ってくださいね。こんなんで大丈夫かな、意外と作れそうお腹空いてきました、大丈夫かな。まあこんな感じです。なんかだんだんスープが作れるようになると何でもできると思う。お味噌もね、あのコンソメの代わりに味噌を入れるだけだったりするから何でもできていくと思います。徐々にお料理のレベルが上がっていって、もしかすると将来はコックさんになっているかもしれませんよ男子、料理ができる男子モテるから頑張って、大学生協さんも頑張ってください、そして素敵な一人暮らしを生活を送ってくださいね。はい、このコーナーでは皆さんのお悩みを募集しています。ぜひぜひ送ってくださいね。このコーナーではリスナーの皆さんの周りに起きた小さな幸せを紹介して、みんなでほのぼの幸せを共有するコーナーです。
はい、ということで今回もお幸せ届いておりますのでご紹介したいと思います。タイナンバー19番、シークレットネームワンダーさんからです。近藤さん、こんにちは。です、こんにちは。この前買い物に行った時にガチャガチャのコーナーを覗いていったら、昔飼っていたウサギにそっくりの人形を見つけました。体の模様や雰囲気などとにかく似ていたので、これはゲットしないとと回したら4回で手に入れることができました。4回頑張りましたね。この人形を見るたびに飼っていた子を思い出せるのが僕の小さな幸せです、のことです。写真も一緒にいただきました。ありがとうございます。かわいいウサギちゃん、黒と白のブチね。いやー、かわいい、いいな、モフモフだね。そうですね、ワンダーさんはこの小さなウサギちゃんのフィギュアを見て昔のウサギちゃんの思い出を思い出してるんですね。皆さんも想像してみてください。昔飼ってた可愛いあの子の思い出、幸せだったあの日の思い出、幸せな時間、幸せな時間を思い出しているとだんだん心が温かくなってくるね。はい、皆さんもワンダーさんの幸せ共有できましたでしょうか。このコーナーでは皆さんが感じた幸せをお待ちしております。ぜひメール送ってくださいね。それではここで一曲お聴きください。近藤夏菜子のアルバムフラクションよりワンダフルワールド。お別れの時間でございます。この番組では皆さんからのメールを大募集しております。オープニングで読むふつおた、そしてオープニングのあのコーナー、みんなにアンケートの次回のトークテーマは好きだった
得意だった教科を教えてください。何でもいいですよ、教えてくださいね。そして、今日もやりましたきっと大丈夫だよにはお悩みコーナーですので、お悩み相談を、そして小さな幸せにはあなたが感じた小さな幸せをお知らせください。他にも今日やらなかったコーナーありますが、そちらのコーナーにもどしどしメール送ってくださいね。メールの宛先はk_secret@target-ent.com k_secret@target-end.com までです。さてさて、ここで今回の隊員候補生の中から隊員に昇格していただく方を発表したいと思います。はい、もう皆さんお気づきだと思います。今回隊員に昇格していただく方は、隊員候補生の大学生協さんです。おめでとうございます。はい、大学生協さんはですね、この番組宛てに昇格しましたという有無を書いて、住所とご本名書いてまたおメール送ってくださいね。隊員証を送りいたしますのでお願いいたします。まあなんかこのなんか私がぐちゃぐちゃ言いましたけれども、料理も作ったよみたいな感想も添えていただけたら幸いでございます。パスタは本当、パスタ機はね有能だから買うといいよあとルクレね、ルクレちょっと高いけどルクレ、はい。さてさて、ここでいつメールご紹介したいと思います。隊員ナンバー18番、シークレットネームのぶくぼさんからです。隊長、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そうです、このラジオ80回を放送している間に私お誕生日を迎えることとなります。ありがとうございます、本当ありがとうございます。今年も番組宛てにお祝いメールが送ることができて嬉しいです。個人的には昨年のような誕生日イベントが開催されたらなお嬉しかったけど、その分夏のライブを楽しみにしています。これからもこの番組と音楽活動が末永く続いていくことを楽しみにしています。ありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、去年は6月25日か、私の誕生日の前の日に誕生日イベント、いつもパンダフルパーティーって英語で書いてるけど、それをあのひらがなにしてパンダフル会っていうのをやったんですけれども、楽しかったですね。なんか皆さん近くでなんかまったりとしたゲーム大会やったり、ビンゴやったっけやりましたね、みんなでケーキ食べたりしてあー楽しかった。またできたらよかったんですけどね。まあ、今年は、まあ、7月の、海の日にライブ、ターゲットさんのガールズライブがありますので、そちらもありますし、そしてなんとですね、私の誕生日6月26日になんと素敵なお知らせを告知させていただくこととなりました。やったー。いやこれね、早く言いたいんだけど、本当ね、なんかまだ言っちゃいけないのがなぜかダメって言われてて、いやもうなんか言ってもいいんじゃないですかっていう時間なんですよ、あの時期なんですけども、なんか待てって言われてて、あのちょっと26日あの0時過ぎたら私ババンと載せるので、あのぜひぜひそちらのお知らせお待ちくださいませ。結構ダブルな朗報だとは思うんですよ、今度的にはうん、できればうん、予定がまた皆さんのご予定が空いてるといいなっていうところもございますけれども、あの6月26日をどうかお楽しみにしていてください。まずは7月の17日の海の日ですね。はい、こちらガールズライブございますので、こちらで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ライブグッズもただいま鋭意制作中です。海の日なのでなんか海にまつわるパンダのイラストとか書いてなんか作ってますまた皆様のお手元にお迎えしていただけると嬉しいです。ライブグッズはまあとりあえずはライブ会場でしか販売する予定はございませんので、あのぜひぜひお越しください、よろしくお願いいたします。はい、ということでターゲットライブの方もただいまチケットのご予約絶賛受付中でございます。その他近藤の活動につきましてはツイッターやブログにて告知させていただいておりますので、そちらを要チェックしてください、よろしくお願いします。この番組では各週金曜日配信予定です。放送を聞き終わったら速攻メール送ってくださいね。それではまた。
た次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベースゲイステーション隊長の近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの制作でお送りしました。